オリュンポス十二神オリュンポス十二神はギリシア神話においてオリュンポスさんの山頂に住まうと伝えられる十二柱の神々。主神ゼウスをはじめとする男女六柱ずつの神々である。現代ギリシア語ではオリュンポスの十二神と呼称されるが古典ギリシア語では単に十二神と呼んだ。ローマ神話の十二神の祭壇。用途不明。王道渋滞の祭壇か。 紀元一世紀通常、十二神の神々は、ゼウスゼウスの妻、ヘーラーゼウスの娘アテナアポローンアプロディーテー、アレースアルテミスデーメーテールヘイパイストスヘルメース、ポセイドオンヘスティアーである。十二柱目にはヘスティアーを入れるのが通常であるが、ディオニューソスを入れる場合もある。これは、十二神に入れないことを嘆く追い、ディオニューソスを憐れんで、ヘスティアーがその座を譲ったためとされる。 また、ごく稀に一歩オ,オオミや、デーメーテールなどが外されることもある。他に十二神と同格の神として、ハーデースとその日ペルセポネーがいる。通常は十二神には含まれないが、ごく稀に含めることもある。十二神にハーデースが含まれないのは、他の神と違って、冥界の神であり、冥界は地下の存在と考えられていたためで、 属性が異なるとの理由から十二神から外されている。オリュンポースの秩序より見た場合、十二の神々は、第一世代と第二世代に分けることができる。クロノストレアの間に生まれた息子と娘にあたる、ゼウス、ポセドオン、ハーデース、ヘイラー、デメーテール、ヘスティアーが第一世代の神で、ゼウスの息子と娘にあたる、アテーナー、アポローン、アルテミス、ヘイパイストス、 アレース、アプロディーテイヘルメース、ディオーニューソスが第二世代の神となる。ただし、これはオリュンポースの秩序での系譜に基づいている。例えば、アプロディーテイについては、ホメロスはゼウスとディオーネーの間の娘としているが、ヘシオドスはクロノスが切断したウーラノスの断根の周りの泡より生まれたとしている。ヘシオドスの説では、 アプロディーテはゼウスよりも古くからある女神となる。ここから、ウーラノスの弾コンよりの女神を、天上のアプロディーテウーラニャー、ゼウスとディオーネーの娘の女神を、民衆のアプロディーテパンデーモスとして呼び分けることもある。ローマ神話では、ディコンセンテスあるいはコンセンテス・ディと呼ばれ、主神、ユーピテルをはじめとする男女6柱ずつの神々とされるが、その内訳は伝わっていない。 固有は古代ギリシア人固有の神、先住はギリシア先住民の神、外来は非ギリシア起源の神、東方は外来かつ、オリエント起源の神を指す。テーターンは抗議のテーターン、オリュンポスはオリュンポス十二神を指す。ありがとうございます。